やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジ大道芸人ハマーです。はい、現在1月5日木曜日の午前12時14分ですね。はい、とある科学のレールガン T10 話ですね、Dアニメスターで見ていきたいと思います。木原厳正が残したエクステリア、何それ。はい、で今作緑は死んでたことになってる、意味がわからん。でいきます。なおアニメ本編は流れません、お気をつけください。3、2、1スタート。さあ、この後1時からはともちゃんは女の子ですね。でもう一回寝てしまったよな。でここにあの侵入者が来たというところで渡れ。さあ、エクステリアとは何なのか。さあ、で処置取るは一体どっちなのね、敵なんか味方なんか。とりあえずルイ子の味方ではあるのは間違いないんやけどね。でこのオープニングでは木原厳正の目がわけわからんねんけど。でルイ子は無事にその第7学区の工場を出られたのか。でもし出られなかった場合は多分上条東馬がねジャッジメントにお守り持っていくやろうから。あ、そっか、君がいないということはどうやって守り抜くかねみたいなこと言ったな。あ、渋滞。ほう、えらいこっちゃな、これ。どないすんねん、これ。エクステリア。13対目以降の任意逆流開始。うん、何全員バックすんの。え、おーおお、何これ。モーゼの実戒みたいになってるやん。すごいなこれ。
マクワ君。あれ食法やん。ちょっとちっちゃい時、あ、味方やん。ドリー。ん？え、見事じゃないのこれ。あ、違うわ。みーちゃん。おうおう、耕作見とるやないか、みーちゃん。どこ？彼女の認識を？ああ。まあある意味みーちゃんやけどね、美咲やから。液体金属か。匂いが違う。
なんや。人生ゲームやん。運動神経あかんもんね。お、倒れた。回収。死ぬのか、ドリー。クローンドリー。何をさらりと。これ何、全員記憶か。ああそうか、
あ、新聞スペシャル久々やな。撤収しよったな、連中は。これがエクステリオ。ここがクロントリーだったんかい。クローンか。うわ、でっか。カイツか。脅威力で。ん？お？お？ん？何やこれ。今日もハルミ。脳波調律。
あれアクセラレーターやん。これ誰やねんこれ。あ、亀城。この目なんやねん。何が起きてんこれ。ラストオーダーって誰や。日高里奈さん。あ、さっきのあのアクセラレーターと一緒に乗った子か。うお、何これ。え、ミコトをレベル6にしようとしてんのか、このじいさんは。あ、クロンドリーの声優さん誰かちょっと見させてもらいます。参戦。あ、そぎた軍派やん。そぎた軍派出てくるやん。特殊エンディングやったな。ちょっともう一回話整理せんとようわからんけど。ドリー、ああ小原好美さんかい。おお、多分ラストオーダーっていうのは日高里奈さんやね。まあまあちょっと話ようわからんかったけど、とりあえずあの今回は食宝岬の加工改装かな。でまあとにかく急いで、アジトかな、向かってるところ、渋滞があり、それを、モーゼの実戒のごとく道開けさせたあれがエクステリアの力で、なんつった、そのクローンドリー
体に機械を埋め込まれた少女、ちょっと最初ミコトと見間違ってすいませんでした。で、なんや、友達やったみーちゃん、あれ確実に光沢みとりよね、あれが、なんでみとりが友達やったのに消えた、なぜ消えた、あ、体を見て会いに来なくなったとか言うたっけ、それもどうなのね。実は光沢みとりもなんかされてたとかかな、いや分からへんな。でまあまあとりあえずまあ仲良くなっていく姿ってのは良かったけど、なんか多分あの髪の毛の匂いで多分あこいつみーちゃんじゃないって気づいてたよな多分。でまあどっちみち延命なんかしよう、しても意味なかったんやみたいなことを聞かされたと。でその会議の時点で、全員をもう操ってたんやね。で真相を知ったわけか。でそんなことだろうと思ったわと。でまあそのエクステリアが なんつったっけ、メンタルアウトを使えるようにするための装置って言うた、なんか偉人を増やすより偉人を洗脳、ちょっとこの辺の言葉の意味ようわからんかったけど、まあとりあえずメンタルアウトを使えるように、誰でも使えるようにするためのものが、あのエクステリアで、職法岬のなんつった、大脳皮質大脳なんだらを切り取って、培養して巨大化した なんかそんなこと言うてたな。やけど、それを木原元生は調律して私の脳波にしたみたいなこと言うてたな。で、三坂ネットワークとりあえず乗っ取り、三坂ネットワークになんかウイルスを打ち込みので、みことになんかやりよったと。君はレベル6に進化できるかなみたいなこと言ったね。とりあえず一言、このジジイ何しとくとんねん。あ、すいません。あー、まだ10話やからね、ちょっとまた胸クソ悪い展開来そうやな、これこのまま。もう なんであの木原が現世はなんか左目がわけわからんことなんてんねや。やけどなんかあのね、処置取ると、ルイ子の会話を聞いた上条がなんか動きたね、狙いは三坂美琴よという言葉を聞いて、これちょっとだから美琴は何、木原現世に乗っ取られてしまったっていうことか、そんなそういうことなのか、これはいきなり大ピンチきたね、なんやねんこれ。はい、まあまあということで、トーラ科学のレールガン T10 話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、ここからは僕の自己紹介です。興味のない方は切ってください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主で、この本の著者で、あり、大道芸人であり、そして、メインは子供向けのパフォーマンスやっております。でやればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で2年11ヶ月ほどまともに仕事がございません。貯金でなんとかやってます。結構減ってきてます。はい、そんな中でいつの間にやらアニメのリアクションスタートして、今日で1015日やってますね。もう一昨年になりますけども、推計2000本以上の動画を失ってます。8月18から3年前の4月頭ぐらいまでの約1年5ヶ月分ですね、失ったんですけども、それを乗り越えてやってますが、13年以上使ってきたこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったんで、昨年9月14日に分けましたんでね、新たに作った本職のチャンネル、ぜひとも皆様こちらの応援もよろしくお願いします。毎日19時に動画投稿してます。で、URL は説明文にありますんで、ちらっとでも見てやってください。で、過去のアニメリアクションは再生リストに作品別にまとめてます。こちらもチェックお願いいたします。以上、アニメリアクション職人ことマジ大の芸人浜田社、最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。